ました。人生初静岡ですね。ちびまる子ちゃんで何回か見ました。それくらいの経験しかありません。大都会ですよ。今日お世話になるホテルです。静鉄ホテルプレジオさんですね。荷物だけ預けていっちゃいます。ホテルで荷物を預かってもらいました。今レンタカー屋さんに向かってるんですけど、ホテルからですね、もうかれこれ10分ぐらい歩いてるんですよ。で、予約したレンタカー屋さんが、その予約の時点で微妙に遠いなっていうのは分かってたんですけど、思った以上でしたね。果てしない距離です。まあ、それでもなかなか来られない静岡の街をこうやって自分の足で歩くことができるんで、ちょっと無理やり感はあるかもしれないですけど、ポジティブに考えたいと思いますよ。ああ、そうなんですよ。今回レンタカーを使うんで、車でぐるぐる回る感じになります。事前にね、調べてた感じだと、静岡はこう電車で酒蔵さんを回るのはちょっと難しそうなんですね。まあ、なので車でこうぐるぐるとやるような感じです。細かいルートは決めてないんですけれども、地図とにらめっこしつつですね、決めていきたいと思います。レンタカーをゲットしてきました。もう走り始めて15分か20分ぐらい経過してるんですけど、至って順調ですね。今日の最初の訪問地は20日目さんです。さっきノーマークだったんですけど、喜平さんって言いましたかね。また別の酒蔵さんがあったんですよ。ちょっとね、予定してなかったんでスルーしちゃったんですけれども、もう興味が止まらないんですけれども、チャンスがあれば立ち寄りたいと思います。まずは予定通り20日目さんですね。静岡駅から車で30分ぐらいですかね。20日目さんに到着しましたよ。前に川が流れてて、音がいい感じですね。自然豊かな感じです。お魚さんとかはいなそうですかね。それでも今正面に可愛らしい鳥がいます。あれは何の鳥かな。あれどこだ。あ、ここにいた。これはクジャクとかですかね。今この正面のですね、この辺ですかね、ずっと歩いてきたんですけれども、入り口とかないですね。あれ、直売所とかなかったかな。ひょっとしたらいわゆる正面というのが反対側かもしれないですね。ちょっと回ってみたいと思いますよ。ローマ字で20日目と書かれてますね。こちらの駐車場は使って大丈夫そうです。やっぱりさっき言った側は裏側でした。正面はこっちの大通り沿いなんですね。 あいにく閉まってるっぽいんですけれども、外観だけでも記念撮影していきますよ。せっかくなんでここで記念撮影をします。20日目を醸す20日目酒造さんです。看板が映るというんですけど、こうですね。奥にかっこいい母屋ですかね、ありますんで、あちらも映していきましょう。定休日と書かれてます。今また外観のみですけどね、20日目さんを見させていただいて、やっぱり歴史を感じますね。もうね、400年経ってるそうです。日本で18番目に古いそうですよ。ちなみに所在地の藤枝市の岡部、昔の宿場町だそうで、ちょこっとだけね名残がありました。施設みたいなのがあって、そっちも映しとけばよかったですね。そうしたら次は焼津市に入って磯自慢さんを訪問します。もう間もなくのはずなんですが、わかった。今駐車スペースに車を止めたんですけど、こうナビ先生によるとやっぱ海近いですね。ちょっと見てきたいな。あ、でもこうカクカクしてるから本当に漁港っていう感じかな。磯自慢さんに到着しました。祝日かつ年末年始ですからね、お休みなんですけれども、来れてよかったです。外観だけでもね大満足です。それにしてもね、海っぺりだからか風がすごいんですよ。さっきからゴー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 言ってますから。いや、でも外観だけでも満足ですと言いつつですね、磯島はやっぱりこう
酒蔵限定とかですね、そういうお酒買えれば買いたかったですね。おや、この先はどう見ても海じゃないですか。ちょっと覗いてみようかな。せっかくなんで観光施設に立ち寄ることにします。ここはあのご飯が食べられたり、多分海見えるんですよね。ちょっと寄っていきたいと思いますよ。風がすごいですよ。でもご飯と海、ご飯と海っていうマインドで行きます。マグロ茶屋さん、美味しそうですね。結構背が高めの防潮堤と波消しブロックって言いましたっけ、テトラポットあったかな、あれのせいで景観がいまいちなんですけれども、それでもあの海が見えますよ。もうちょっと高いところから見えますか。中トロ丼がおすすめですということでいただいたんですけど、酒が飲めないと損した気になりますね。この旗の感じで風の強さが伝わるかなと思います。今思わず車を止めて撮影してるんですけど、ニュースとかで見たことあるやつです。上に書いてありますね、津波緊急退避施設。ああ本物だこれ。鉄骨を組み上げただけっぽいんですけど、まあ、でも頑丈そうですね。まあ、確かにこれのおかげでいざっていう時はたくさんの人の命が救われるっていうことですね。ありがたいな。そうしたら次はまた藤枝市に戻って、菊酔いでおなじみの青島酒造さんを見に行きます。青島酒店にはもうそろそろ着くようなんですけど、立派な松がねちょこちょこ植わってるんですよ。昔の街道なんですかね。ここにも植わってますね。こちらの青島酒店さんでお買い物をしました。実は酒蔵さんがすぐ目の前なんですね。この場所なんで直営の店舗、直売所かなって思ったんですけど、そうではないそうで、分家さんとします。お店の大将さんがすごい親切でですね、気さくな方でいろいろ教えてくださいました。分家さんということで、関係筋ではあるけれども今経営を分けてるそうです。なので、実際他の酒蔵さんのお酒も結構扱われてるんですね。で、おすすめいただいた通りですね、この松下米というのを使用した、映ってるものこれですね、この松下米というのを使った菊酔いの純米吟醸を購入してきました。特約店さんごとに30本とか40本とか50本とか、この年間で卸される量がかなり少ないそうで、通常だと予約販売でなくなっちゃうそうなんです。今年は一般販売もしてるということで、まあ、それはありがたいですねということで購入しました。ありがたいついでにですね、車を少しの間置かせていただけるということだったので、また外観だけですけど、この青島酒造さんですね、見ていきましょう。こちらが菊酔いを醸す青島酒造さんです。こっちが母屋ですかね。ちょっと正面に回ってみましょう。それにしても今日は風がめちゃくちゃ強いですね。おーおー言ってるんですが、せっかくなんで記念撮影していきます。菊酔いでおなじみの青島酒造さんです。見づらいですけれども、菊酔いと青島酒造とあります。いや、伺えてよかったです。いい思い出になりました。おー、いい景色ですね。
青島酒造さんの後静岡市に戻るかどうかちょっと迷ったんですよ。でもね、せっかくここまで来たし、それであれば土井酒造場さんですね、海運というお酒でおなじみかと思うんですが、距離が少しあるんですけどね、それでもせっかくなんで行ってみたいと思いますよ。なんてことない道ですけどね、いいですよ、なんか自然豊かですね。開運でおなじみの土井酒造場さんに到着しました。ちょっと距離ありましたね、多分やってないと思うんですが、どうかな、やってなさそうですね。今まで伺った酒蔵さんの中でも結構上位に入るかっこよさですね。こんなですよ。戻りは高速を使ってビヨーンと行ってみたいと思います。到着しました。ガリュウバイでおなじみの三和酒造さんです。当然のごとくやってないんですけれども、これはもうすっかり慣れっこですからね、いつも通り外観だけ撮影させていただいて帰ろうと思いますよ。いいですね。静岡に入ったのは午前中ですからね、今夕方5時ぐらいで、もうほんとこれでもかっていうぐらい車を運転して、これでもかっていうぐらい酒蔵さんを外観のみですけども見て回りました。満足です。あとは静岡に戻ってなんか美味しいものでも食べて今日終えたいと思いますよ。やっとこ静岡に戻ってきました。ホテルの看板が見えて一安心です。今出店したらお部屋がセブンイレブンでした。今夜の9時ぐらいです。チェックインしてから2時間3時間ぐらい経っちゃったんですけど、レビューの動画がまだ出せてなかったんですね。最近ちょっと滞りがちなんで、今日は絶対出すぞと思って頑張りました。昼間は結構風が強くて、海っぺりに行ってたからそのせいかなと思ってたんですけど、駅前もそうですね、結構風強いです今日は。いわゆる繁華街は私が泊まってる側じゃなくて駅の反対側かなと思ったんで、ちょっと来てみたんですがどうでしょうね。通りの海岸にそれっぽいエリアがありますね。地下街から行ってみましょう。地下街ではなくて地下通路でした。お、良さげですね。何かあるでしょう。駅前から続いているメインと思われる通りは結構長くてまだまだずっと続いてるんですよ。でもこれ絶対お昼の主役の通りですね。こう夜向けの通りはこんな感じでですね、横に折れないと見つからないかなって思います。危ない危ない、ピンクいエリアに入っちゃいました。客引き多いですね。散々歩いてさまよった結果、この静岡の味っていうのが私のハートを静かみにしました。いろいろ歩いたんですけど駅の真ん前でしたね。パリでしょう。スタートは磯自慢にしました。本醸造ですね。ちょっと不安込みで入ったんですけど、間違いないですね、静岡の味。ちゃんと地名が入ってるのがいいですね。駿河の刺し盛りと静岡蒸し餃子頼みました。5個。餃子がかっこいいですね。富士山をかたどった鍋ですね。旅館で、そこが好きなんじゃない？
よく飲んでよく食べました。去年の今頃秋田に行ったんですよ。でその時も駅前の居酒屋さんに入って、で先入観で駅前ってなんかあんまり当たりの印象がないんですよね。平たく言うと外れの印象があったんですけど、そういう先入観を捨てなきゃなって思ってて、で今回も駅前なんですね、ど真ん前、やっぱり当たりでした。まあ、全部が全部ね当てはまるってことじゃないんでしょうけど、やっぱりねこういろいろ色眼鏡で見ちゃいけないですね。こうなった以上アイスを食べないといけません。私日本酒おじさまなんですけど、やっぱりこうアイスおじさまでもあるんですよ。アイス好きなんですね。ちょっとこうダイエットしてる関係でしばらく食べられてないんですけど、アイスですね。こんな感じでどこにでも売ってるアイスをゲットしました。あ、たまたま森永先生のアイスですね、両方とも。